秋の火災予防運動初日の昨日、JR 熱海駅前の商店街で消防活動が行われました。訓練は仲見世通り商店街の飲食店で火災が発生した想定で行われました。火災を感知すると、店員は客らに避難するようアナウンスするとともに、消火栓を使って初期消火を行いました。その後、駆けつけた消防署員が火を消し止めました。やったことないことだったんで、ひとたび経験してみるということが大事だと思います。みんなで熱海の街を守っていけたらなというふうに思います。訓練に参加した商店街の店主、店員らおよそ30人は、消防との連携を確かめ、万一の事態に備えていました。